皆さんこんにちは、マックスライト、リオナルト、ハロウィンだ。第2回原宿、今ね、店舗ね、ナメココラボ中なのよ、はいはい、6月末まで、うん、飲んでいきなよ。元気だな。ナメコ、ナメコドリンクナメコ汁、ナメコドリンクがあるんですか。ナメコ汁を飲んでいきなよ。え、ナメコ汁あるんですか。ほら、これ見てくれ、これがナメコ汁だ。嘘つけ一番見るこれって書いてある。こんなおしゃれなナメコ汁あるか。杏仁豆腐入りだ。どこら辺にナメコ要素があるんですか。今回コラボでナメコさんにイチゴが乗っている。これはオリジナルナメコ。オリジナルナメコ。これもオリジナルナメコ、うんうん、ナメコ。イチゴじゃん。これナメコ、イチゴナメコ。あ、これはこれイチゴナメコ。おのじじょうナメコイチゴでイチゴナメコじゃなくてどっちでもいい。どっちでもよくない。どっちでもよくないのよ、うん、乾杯からスタートしようか。よ今日元気じゃねえ。なんかどうしたの。テルマユイってすっきりしてきたな。まさか直前でテルマユイ中盤するから待っとけ。今日全工程しなくていいんですよね。今日はいいですよ。今日はいいんですよね。今日はもう、うん、前回はちょっとね、うん、大変だったんで、やりづらさったらなかったんですか。普通にロケしましょう。普通にロケしましょう、うん、はい。待ってる間なめこと戯れててくれよ。まずその戯れ方のお手本を知りたいな。え、横に座って写真でも撮っててくれ。え、戯れスペースがあるんだ。戯れてどうやって戯れるんですか。え、まさかなめこになりきっている。あ、抜かれた。まさか。あ、抜かれたの。あれ、なめこね。なめこもうアプリの流行りじゃないですか。最初の初ドラより早いのよね。そのスマホゲーの中だと初ドラの半年早かったかな、確かリリースが、うん、8ヶ月ぐらい早かったかな、うん、みたいな感じで結構歴史的なタイトルっすよね。そうすよ。ちょうど今10周年のラストウィークって感じ。当時だってスマホ持ってた人、 iPhone 持ってた人、みんなやってた。全員やってた。マジでみんなやってた。全員ピピ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 ピ。時間経ったら生えてきてみたいな。あ、そうだ、うん、収穫するっていう。そうだ。あ、すごい、モニターとかもあって大変申し訳ございません、うん、この店舗なかなかカオスですよ。というとラブライブさんの横にラメコがいます。確かにここにラブライブは現代社会を反映してるかのような混沌、そういう店舗です。なめこのドリンクなし大福を買うと、うん、ランダムでノベルティでシールがおープレゼント。これめっちゃなめこのファンの人嬉しいじゃないですか。いや、だってこれ欲しさにね、やっぱり買ったりもありますからね。これもしかしてシークレットとか。いや、シールはもう6種公開されてます。グッズの中にはシークレット入ってますよね、うん、でワンチャンマックス村井があるんじゃないですか。ワンチャンあります。ワンチャンありますね。言いましたね。大丈夫ですか。あります。ドッキリで最後の1枚にマックス村井っていう説あります。ありますね。そんなこと言っちゃったらなんか消費者庁に怒られるんじゃないですか。あ、怒られるわ。この企画動画の中でのみありえます。どれ。あ、じゃあこれかな。君どうぞ公開してください。1枚いきます。ダン。あ、おお、これはこれは勝ちきれんばかりのもう顔です。なめこの顔です。当たりですか。当たりです。当たりなんだ。1番の当たりです。あ、1番の当たり、やった。で、実写版のなめこのグッズほぼないんで、うん、まあ、これ、うん、いいっすか。あれ実写版マサル、ナメコ&マサル。マサル、マサル、これも実写ですよ。この、うん、マサルはイラストに見せかけて実写です。見せかけてきた。はい、当たり、まあ、当たりです。いや、言ったじゃん。いや、当たりです。じゃあ最後、はい、おオリジナル、今回のイチゴナメコ。これアニメもやっぱ入ってんだ。入ってます。イチゴナメコ半々です。かわいい。これいいの。それ当たりですか。当たりです。当たりすぐ貼るんだ。あ、マックス当たりしかない。イチゴナメコライ。宣伝させてくれ。あ、宣伝させてくれ、はい、いや、村井さん自分の動画だからもうここぞと宣伝だ。村井さんよりスタッフさんの方が有能じゃないですか。本当だよ。6月30日まで、うん、はい、コラボメニュー準備しております。なめこ大福となめこドリンクです。はい、で店内限定でコレクションブック売ってます、うん、ってのと、原宿アプリでデジタルくじで、うん、もう実写版のなめこがもう存分に出ております。珍しいです、うん、あとは書き下ろしですね。このいちご、さっきのいちごとかもそうなんですけど、書き下ろしが4キャラ入ってますんで。書き下ろしなんだ。はい、皆さんぜひとも原宿でお越しくださいませ。通販はやってません、原宿限定。そうです、お越しください。これ俺も貼った方がいいもん。貼ったら貼りましょうよ。これリー隠しなよ。リー隠そう。そうだ、うん、ダメだよこれな。あ、ロゴ入ってるとね。じゃあこれもダメじゃないかよ。リー隠して、リー、ああいいね、ああいい、いいね、うん、シールもランダム、はいどうぞ。シールランダム、ありがとうございます。はいどうぞ。あ、いいんですか。どうぞ。やった、
ここにもシール貼ってあるんだ。じゃあ乾杯。うまいよこれ。これかき混ぜた方、まずはなめこが終わったら私レギュラーメニュー化してほしい。これこれいちごミルク杏仁豆腐入りの特製ドリンク。え、うまい。うまっ。え、うまい。はい、多分私のイメージだとドロリッチ。まあ言ってしまえば商品名がっつり言うんですよ。言わない方がいいですよ。でも想像しやすいように、まあ、言ってしまえばドロリッチ。想像しやすい。杏仁豆腐版ドロリッチ。ドロリッチからインスパイアを、うん、影響を受けてっていう感じ。まあ杏仁豆腐ぶっ込んでみました、ね。あ、うまいうまい。杏仁豆腐めちゃめちゃ入ってるんですよ。美味しい。こういちごミルクに杏仁豆腐が。今後ありとあらゆるものに杏仁豆腐を入れてほしいと思った。というと例えば？え？例えば？コーヒーとか。え、ドッキリ、ドッキリ。ドッキリじゃない。コーヒーにミルクとか入れるじゃん。やってほしいんですか？杏仁豆腐合いますよ。コーヒーの中身杏仁豆腐ドッキリやってほしいんですか？いや、やんないですよ。出てこないですよ。ねえ、求めちゃって。もう好きだな、ドッキリが。やっぱり数字を追い求めちゃって。ねえ、ありとあらゆるものに杏仁豆腐入れてほしい。いや、そういうふりじゃねえ。よし、飲み終わった。いか。早っ。早いのよ、早い。ビジネスマン、早い。わざとわざと。早いのよ。大丈夫、大丈夫。なんか俺らが飲んでる間にちょっと喋っててください。松たか子。どうしちゃったの、え、村井さん、ラッパーになったんですか。陰を踏んでいく。とりあえず陰踏もうみたいな。よく言えば陰を踏んでるだけです。さあ。あんなめこん。あ、なんだい。なんですか。歌ってください。なんか。え？なめこソングずっと流れてるから。はい。あんなめこ。あんなめこ。うんなめこ。さあ、じゃあはいはいはい。まだ歌ってんだろうか、マックスの前が。これずっとループするだけだから大丈夫。いや、今の求めてた視聴者いないだろ。はい、というわけで、今回も原宿からスタートですけども、はい、何をするか。よろしくお願いします。お願いします。はい、村井さん、何かありますか、もしかしてプラン。あります。え、用意してた。まあ用意というか、本邦初公開でまだ発表前ですけど、新しい2店舗目見せましょうかっていう鍵ありますよ。俺はね、昨日ニコ生を見ていて、あれあれ、まさにあれ、村井さんが よく見てましたね。そんなこと、村井さんがニコ生中に2店舗目を公開しよっかなとかって言ってて、うん、このまままさか行くのかと思ったんだけど、ズバーしましたもんね。あ、ズバーして行ったね。会員じゃないから。そう、会員じゃないから。俺は会員じゃないから見れなかったけど。じゃあそこ見せましょうか。見たい。2店舗目発表でいうと、やっぱり店舗内装できたりとかもろもろしてからなんで、うん、7月の上旬中旬ぐらいですけど、うん、もう鍵ありますよ。発表でいうとって、え、もうこれ発表しちゃってますよこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。え、何を言ってるの。大丈夫大丈夫、別に別に本当にいいの。これあんたのチャンネルだよ本当。発表で言うとこれ動画回ってるよ。別に大きい大きい影響とかないから。いや、あるよ。大丈夫大丈夫大丈夫、本当に全然大丈夫。これが発表になっちゃいますよ、2店舗目の。あの、正式にはちゃんと出すから、店名とかも諸々セットでちゃんと出すから。大丈夫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 、全然平気。 OK、 行っちゃう行っちゃう行っちゃいますか。じゃあ行っちゃいますか。もうせっかくならね、うん、どこにあるか当てるゲームする。あ、いいねいいね。あ、いいね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 。いいよ。当たったら100万円くださいよ。1回で当てたら。1回で当てたら。本当お前見てないだろうな、昨日のニコラマ。本当にどうでしょうね、それは。よし、頼むぜ。じゃあリオネさんも当てましょうよ。1回で当たったら100万円だって。じゃあ竹下マップ行く。竹下マップがあるから、そのマップでえいってやる。あ、行こう行こう。あ、行きましょう。それいいね、うん、本当に知らない。こう虚偽があったらダメだよ。でもそれは分かんないですよ。分かんないですよね。分かんないですよ。でも100万円はない。ダメダメダメ。ただ私からちょっと気持ちの何か、分かった、1万円あげます。やった。え、マジ。一発だって。一発だって。一発だって。でも知ってるかもしれないですよ、インスタ。嘘ついたら、うん、10倍にして返した。いや、なんでだよ。俺にメリットないじゃないか。悪魔の証明。なんでだよ。マップ行こうか。竹下マップあるから。とりあえず行こう。マップ行こう、マップ。村井さん、チケット僕大好きで。俺は、俺は。本当に。俺は、はい、あ、ありがとうございます。俺が。俺もたまに出てるよ、ビロクトビ。村井さんもその、マスラの頃から。俺は、俺は。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あの、財布の中身全部置いてってください。あ、無理に頑張んなくていいよ、ハラミさん。大丈夫。ありがとう、ありがとう。竹下マップにやってきたんですけど、意外とみんな地図見るんだよね。結構人いますよね。私もびっくりした、ね、こんなに地図って需要あるんだ。あります。知らんかった。え、この
この竹下マップも、あ、更新されてんだ。あ、ずっと更新されてます。ここに貼られてるのは2020年の夏版なんで、うん、もう今ではなくなっちゃった店舗もたくさん、うん、出てますよ。竹下の中だっていうことは約束しましょう。ユーリンヤンはどこなんですか。ユーリンヤンはここね。ユーリンヤンはここの建物のこっち側面がユーリンヤンで、2号店がどうかに立つと。でもヒントは昨日ニコ生中の無料パートだけ見た限り近いって言ってたんですよ。お、何見てんだよ何見てんだよとおかしいから生放送やってきた見てくれてありがとうとかじゃない。見てくれてありがとう、分かんなよ。でも今すぐ行こうみたいな感じで中条さんって言ってたから、ああ近いんですよ、はい、こっちのブロックかもしれないな、 JR 原宿駅の近くなかもしれないな。でマックス村へってそういう手法を使ってくるじゃないですか、うん、でさっきが竹下通りかもしれない、竹下通りだよって言ってくから、俺ワンちゃん竹下じゃない可能性があると思って。お、鋭い。ここじゃん、なんかこの奥のこの辺の区画とか。あ、逆に逆に。え、でもさ、うん、2号店だよ。2号店、まあ、ユーリアンではないけどね、全く別の店舗ですけど、ユーリアン2号店ではないです。あ、そうなんですね。はい、飲食もやんないです。飲食やんない、そんなこと言っちゃっていいんですかこの動画で。はい、もうこれ発表じゃないですか。だから、ああ、まあ別に、はい本当に徐々にふわふわしなくてますけど大丈夫です。怒られないですか。なんか俺アップバンクの時村井さんがこんなことやって怒られてるのをただ見てたんだけど本当に大丈夫なのかな。いや全然大丈夫です。見てきましたね。上の人たちがめっちゃ怒ってるのいろいろ見てきたけど。大丈夫です。まだ発表してないですけど。よし、じゃあ1万円チャンスだ。せーの、せーの、リオナさんも。いや俺ちょっとカメラ持ってるから、せーのがむずいな。同じ範囲じゃ指させないかもしれないから、あなたからで次リオナさんで行こうよ。いや俺なくていいよ。俺別に、うん、ハラミンさんの1万円チャンスだから。オッケー、行きます。お前だけの1万円チャンスか。だったら半額だな。5000円にしよう。何の差別化なんだよ。いいの、俺だって1万円。5000円にしよう。最初100万円だったんだぞ。1000円でどうだ。すいません。行くぞ。はい、ここ。攻めたな、結構奥の。この辺、ここ。いやリオネさん本当にいいんですか。じゃあ一応やっとく。一応だってやっときゃ当たるワンチャンあるから。宝くじ買わないと当たんないから。5000チャンス、5000チャンス。確かに。ここには映ってんすよね。あ、映ってます、映ってます。建物あります。僕は今、うん、心理的手法を使いました、うん、はい、実は、うん、村井さんは今気づいてなかったかもしれません。何でしょうか、うん、ここにはあるんですよねって言った時に、うん、村井さんの視線が動いたんですよ。おい、だからここら辺です。ほう、ここら辺を見たりする。見たここら辺だと思う。やばい。ここら辺こっちか。リオネルさんここね。はい、ハラミさんここね。はい、正解を発表させていただきます。お願いします。お願いします。今年度グラミー賞の栄光に輝くのは、でで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 でここです。本当に。はい、ユーリンヤンの隣です。隣か。隣です。まさかの隣か。うわー、メンタリズムが。なんでここ見たんですか。チラッと見たんだよ。いや見てないっす。いや見たんじゃねえ、多分。何言ってんだろうって思った。全く見てない。隣なんだ。言うならばここです。上。じゃ行きますか。じゃあ行きましょう。行きましょう。なんかもぐもぐするもの買ってく。あ、そこで食べれるんですか。なんもないから。あ、中で食べれる。ただのフラットだから。うん、なんか買ってきますか。買ってきますか。はい。じゃあちょっと原宿っぽいもの買ってから行きますか。行きましょう。ヤンニョムチキンでいかが。ヤンニョムチキン新大久保っぽいですけど。私は結構原宿では最近ヤンニョムチキンついてる。でも原宿の主がやっぱ言ってっから。おすすめを。そうだな。じゃあ原宿のおすすめ。原宿っぽいやつね。ヤンニョムチキンじゃない方がいい。ヤンニョムチキンでもいいです。いい、うん、じゃあ見てから決める。見てから決める。ヤンニョムチキンも来てんだ。おぉ、びっくりした。まだ本当にリオナリさんに憧れて、うん、映像ディレクターってすごい楽しそうだなと思って、今も映像ディレクターの就活をしてきました。俺に憧れてですって。
何か言ってくれよ。俺には憧れないの。欅坂好きなんです。うん、それ欅坂に憧れてるんだよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ごめんなさい。頑張れよ。全然。就活頑張ってね。頑張って。ありがとうございます。頑張って。